サンレジェルイコールビーニュは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏のコミューン。サンレジェルイコールビーニュは、歴史的なブルターニュの一部である。伝統的な地方区分ではペイドレ、歴史的な地方区分では、ベーナンテに属する。サンレジェルイコールビーニュは、グランデューコとロワール川三角州の中間に位置する。湖とロワール川をつなぐ足の大川が流れる。 南都の南東約 15km、上の西 4km に位置する。2010年に INSEE が作成した順位表によれば、サンデジェレイコールビーニュは24のコミューンで構成される南都都市単位の一つである。コミューンの名が示しているように、町はブドウ畑で囲まれている。ワイン生産は主な経済活動となっている。 コミューンの名は、オータンのレオデガリウスに由来する。12世紀、サンレジェ教会と教会の10分の1税は、アンジェにあるサンフロラン修道院の保護に委ねられていた。町は、1920年4月18日のデクレで、現在の名称となるまで、単に、サンレジェと呼ばれていた。ソースイコール1999年まで、LDH、イヘス、カジニー、 2004年以降は NSEE。ありがとうございます。